三名坂伝統的建造物群保存地区の景観。宝館寺後部には小さく京都タワーが見える。京都市は京都府南部に位置する市。京都府の府庁所在地で政令指定都市。日本の市では8番目の人口を有する。市内には794年の銭都から1869年の東京テントまでの1000年以上にわたって日本の首都として、 平安経営が置かれていたため、古都と呼ばれる。市域は、両政国で言うと、山城国クズノ軍、アタ郡、軍、キー軍の全域、山城国樹軍、乙国軍と丹波国総伝軍の一部、さらに、山城国癖軍、続き軍にも食い込んでいる。京都府最大の都市であり、府の人口の56.8%を占める。都道府県全体の人口の過半数を占める都市は、 東京23区を一つの都市として考えない場合は、京都市のみである。都市圏としては、京都府、滋賀県などに広がる京都都市圏及び、刑事の中核であるとともに、京阪神の一角を担う。都市雇用圏の基準では、京都都市圏の人口は280万人で、京都府より多く、東京都市圏、大阪都市圏、名古屋都市圏に次ぐ日本第4位の規模である。 延暦13年に日本の首都になった平安京を基礎とする都市で明治天皇が東京に行行するまでの約1080年にわたって皇室及び公家が集中したため千年の都との合唱で呼ばれる。平安時代、室町時代の室町幕府期には日本の政治が取り行われた唯一の中心地であり鎌倉時代。 室町時代の中の戦国時代、安土桃山時代、江戸時代の幕末期などにおいても、日本の政治の中心の一つとして、大きな役割を果たした。平安時代から江戸時代前期までは、日本最大の都市であり、その市街地は、京中、鎌倉時代以降は、洛中と呼ばれ、都市としては、京、京の都、京都と呼ばれた。江戸時代には三都、明治期には三市。 大正期以降は六大都市の各々の一角を占め、戦後には政令指定都市になった。このような中で都市生活者向けの商工業が発達し、特に国内流通が活発化した江戸時代には全国に製品を出荷する工業都市となる一方、数々の技術者を各地の藩の養成に従って派遣した。その伝統は現在も 伝統工芸として残るのみならず、京セラや島津製作所など先端技術を持つ企業を、はじめ、任天堂やワコールなど業界トップクラスの本社が集まるなど、現代産業を支えている地域の一つである。第二次世界大戦の戦災被害を一部のみ免れた、神社仏閣、古い史跡、町並みが数多く存在し、宗教、貴族、武家、 庶民などの様々な歴史的文化や祭りが国内外の観光客を引き寄せる観光都市であり、国際観光文化都市法に基づく国際観光文化都市に指定されている。さらに、旧帝国大学の京都大学をはじめとする多数の大学が集積し、国内外から学生や研究者が集まる学園都市ともなっている。 京都盆地の北部、大文字山より、市街地を望む京都市中心部市場河原町桜の季節の鴨川市場大橋京都府の南部に位置する内陸都市で、市内を鴨川、桂川、宇治川などが流れる。政令指定都市及び、日本の百万都市では唯一、盆地に位置している。市場河原町は、京都で最大の繁華街である。中心駅の京都駅は、 市街地南部の7条通りと8条通りの間に位置しており、市場河原町や市場ガラス丸などの市内中心部からは離れている。滋賀県の県庁所在地である大津市に隣接しており、都道府県庁間の距離は京都市大津市が全国で最も近い。京都駅から大津駅までは普通電車を利用しても二駅で10分ほどしかかからない。そのため、 大津市は京都市の衛生都市としての性格を持つ。森林が地域の4分の3を覆い、市内には日本で最も高い木が生える。山地河川京都盆地に位置しているため、太平洋側気候と日本海側気候、内陸性気候を合わせ持ち、夏と冬、昼と夜とで温度差が大きい。京の底冷えと言われるように冬の寒さは厳しい印象があるが、 主要都市や関西の中でも取り立てて低温ではなく、京都地方気象台のある中心街は、ヒートアイランド現象が顕著になり、かつてのような底冷えにはならない。最寒月の平均気温は、摂氏4.6度、平年最低気温は、摂氏1.2度であり、これは、奈良や大津よりも高い。ただし市内でも郊外は、中心部に比べて、寒さは厳しく。 特に同じ盆地内でも北の方ほど寒く、市内中心部では、降雪がなくても左京区の岩倉や大原、北区の原や等では、積雪や氷点下となっていることがある。北部の山間部は、日本海側気候の影響もあり、冬季の1.0ミ、mm、リメートル以上の降水日数が、京都市街地の2倍以上となり、雪の日も市街地より多くて、寒さが厳しい。市街地では、 積雪しても数センチメートル程度のことが多い。2015年元日から1月3日にかけては大雪に見舞われ、61年ぶりとなる22センチメートルの積雪を記録した。夏は暑さが大変厳しい。特に日中の気温が非常に上がりやすく、摂氏39度台の記録も多数ある。2019年8月10日には、 過去最高の摂氏39.8度を記録した。熱帯夜日数は20.7日となっており、名古屋市より若干多いが、大阪市や神戸市よりは少ない。同じ京都市内といえども、北部の山間部と南部の市街地では分けて考える、必要がある。市街地に限れば、年間を通して、大阪市より、やや気温が高く雨量は多く、名古屋市より、 わずかに気温が低く雨量は少ないという程度の気候である。ただ、市街地も丹波高地の影響を受けて、太平洋側気候と日本海側気候の境目で、他の近畿地方の主要都市よりも不安定で、夏は大気の不安定さや湿った空気、冬は日本海からの雨雲や雪雲などで曇りがちで、にわか雨が多い。 平安系復元模型写真平安系は平安中期の漢文学においてしばしば落葉、長安城、落城として現れる。いずれも平安城に代わる文学上の画唱と考えられる。後に唐が西の長安を首都、東の落葉を副都としたのを意識し、鈴鹿王子の西を長安、東を落葉と称したとする認識が生まれた。その後、 平湿地であった右京南部が錆びれ、御所などの重要施設も左京に集中するに伴い、平安京の重心が東に移動したため、洛陽すなわち、洛が平安京の代名詞となっていった。例えば、近世に多く描かれた、屏風絵に、京都の中心部と郊外を表した、洛中洛外図というものがある。現在でも京都市内の地域名として、以下のようなものがある。 行政や観光ガイドでもよく使われるが厳密な区分はない。なお、楽は現在でもと表すごとして用いられるが、これは京都にのみ用いられる特徴である。蒸気が大まかであるのに対してもっと生活に密着した地域谷として明治時代に導入された小学校区による地域名もよく使われる。京都の元学区を参照されたい。 また、政令指定都市では唯一住居表示を採用しておらず、落中といった都心部や近年になって開発された地域など一部を除いて、市内の地名の多くは、京都市への編入前の旧町村名や、大技、障子をそのまま町名にしている。詳細はを参照されたい。行政区京都市は11の行政区より構成される。区名の読みと、設置年は、 以下の通り、京都市設置当初は上京区、下京区の2区だったが、数度の分区や合併を経て1976年に現在の11区が揃った。1970年代から2010年代に至るまで都市部にもかかわらず人口が大きく増減していないのが特徴である。 平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると0.08%増の147万5183人であり増減率は不可26市町村中6位区別では最高が4.26%増の下行区最低が3.66%減の東山区将来推計人口によれば 今後は減少し2045年に130万人を割り込むと予測されている。日本の市で8番目であり、昼間人口では神戸市、川崎市を抜き6番目となる。八坂の倒幕末に政治の中心地となった京都は人口が膨れ上がり、かつてない活況を見せたものの、金門の変などで街の多くが焼けたのに加え、明治維新後に皇室、 久画の大半が東京へ移り住んだため、一点急速な衰退を見せた。江戸時代は、三都と呼ばれ、享保14年には37万4千人、明和3年に31万8千人の人口を、誇る江戸、大阪に次ぐ都会であったが、明治維新後の1873年には23万8千人まで、その人口が落ち込んだほどである。そのため、京都府知事などから、 産業の振興を呼びかける声が上がり、京都府に復興の顧問として迎え入れられた山本角馬は京都を何とかして復興させようとある計画を立ち上げる。それは1867年にパリで行われた当時世界最大のイベントパリ万国博覧会をヒントにした博覧会を京都で開催するというものであった。そのため政府に嘆願し、 外国人の居留地からの移動制限を、博覧会の期間のみ解除することを許され、京都に外国人を迎え入れられるようにした。そして、西本願寺、千代院、県仁寺を会場に博覧会を開催し、京都の復興の足がかりを作った。前年の明治4年10月10日から11月11日には、日本初の博覧会が、民間により西本願寺で開かれている。 また田辺北郎による琵琶湖疎水といった疎水の建設と疎水を用いた日本初の水力発電、さらにその電力を用いた日本初の電車運転などの先進的な施策が実行された。人口は明治時代中期以降しばらく毎年一万の増加を見せるようになった。人口の増加と市街地の拡大に対応し、明治末期から道路広ぐ地区を呼び、 市営電車敷設、第2位疎水改作、上水道整備からなる、京都市三大事業が行われた。それに続く形で、市区改正道路事業と市電の敷設が進められ、昭和初期には、伏見市など、周辺の市町村を編入し、ほどなくして人口は100万人を超えた。第二次世界大戦中、六大都市の中では、 空襲の大きな被害を受けなかったこともあり、日本の都市としては珍しく戦前からの建造物が比較的多く残されている。これは歴史遺産保護のために大規模空爆を受けなかったという説がある一方、広島市や小倉市、新潟市などとともに原子爆弾の投下候補都市と位置づけられており、その兵器の効力を知るためにアメリカ軍が 最後まで町を温存したという説が存在する。なお、京都が全く空襲を受けなかったわけではなく、1945年1月16日から6月26日にかけて5回の空襲を受けている。戦災による人口減は6大都市のうち最小で、1947年と1950年の国勢調査では名古屋市を上回り、 東京都区部、大阪市に次いで、京都市が、全国3位となった。江戸時代以前、明治時代ロシアの週刊誌の1891年発刊号にて、挿絵として描かれた京都市の街並み明治時代の、京都市役所大正時代昭和時代、平成時代京都市略称時代祭の行列に、参加する門川大作京都市長と、山田刑治京都府知事財政は、 2008年7月23日に、角川大作市長が、同市の都市経営戦略会議で2011年度の実質赤字比率が推計で27%に達する見通しを発表し、財政再建団体への転落を示唆した。行財政改革により2010年度から黒字が続いたが、2020年、基金が2026年度に復定し2028年度に、 財政破綻の恐れがあることを公表した。市長シンボルカラー、京都市の公式サイト、京都市情報館の外閣職は紫である。市内で行われる時代祭には、議長や副議長も歴史的な衣装をまとって参加する京都市では、慣例により市議会を司会と呼称する。これは大阪、神戸、横浜、名古屋の各市でも同様である。 市会議員定数は67人である。2020年6月8日現在、京都府議会衆議院市内には、京都迎賓館、近畿農政局などの行政機関がある。2022年以降に、文化庁が京都市へ移転することが発表されている。主な国家機関等は、以下の通り、姉妹都市、定型都市国内日本国内の自治体との間で、 各種の交流を行い、協定を結んでいる。次に示すほか、複数の自治体の間で交流をうたった、共同宣言に、龍馬の絆で結ぶ、都市間交流宣言と、最後、菊次郎沖縄を縁とした、交流宣言がある。海外姉妹都市や、パートナーシティの提携を自治体間で結び、諸分野で交流が進められている。加盟組織関西広域連合、 全国京都会議、育例、世界歴史都市連盟などの自治体の連携組織に参加している。領事館外国政府の関係施設京都、商工会議所などが入居する京都経済センター2018年度の市内総生産は6兆6292億円で、京都府のおよそ3分の2の規模に当たる。ドルで換算すると約600億ドルであり、 ミャンマーの GDP に相当する。市民所得は4兆6694億円、1人、あたり318万円である。最大の産業は製造業であり、市内総生産の経済活動別シェアは製造業、不動産業、卸売、小売業、保険衛生、社会事業、専門、科学技術、業務支援サービス業の順に大きい。 西岸市場の業伝統的な軽野菜や、全国的に有名なう治茶などの生産が行われる。工業島津製作所、任天堂、オムロンなどの精密機械や医療器具の生産が、盛んである。南区と伏見区にまたがる、高度集積地区落南、新都などへの集積誘導が図られている。養業かつて京焼き、清水焼きなどの伝統的工芸品の生産が、 盛んであった。山品区に、清水焼き団地がある。近年は、キャンパスプラザ、京都や京都リサーチパークと参観学連携で研究、開発を行い、外資や、セラミックスセラミックファイバーの生産へ転換し、関西電力などの電力会社や京セラなどの、ファインセラミック企業と提携していく動きが盛んである。商業高瀬川沿いのカフェ以前より緩和されてはいるが、 京都における老舗や伝統的な商店を守るため大規模店舗の出店が旧市街地においては厳しく制限されている。京都市は多くの大学が立地する学生の町でもあり産官学連携が行われているベンチャー企業の町としても注目されている。京都新聞社京都放送 NHK 京都放送局新聞社通信社放送局出版社 電力京都市域は関西電力の営業区域となっている。なお、京都市役所は PPS のエネットから売電した電気も使用している。京都市内には関西電力の6カ所の水力発電所がある。これらは、琵琶湖疎水にありかつて京都市直営により運営されていた毛上げ、恵比寿川、墨染の核発電所と京都伝統により設置され後に、 京都市に移管された倉間川の落北発電所、清滝川の清滝発電所250、250キロワット、菅の尾発電所が、日中戦争以降の電力国家管理政策、廃電統制令により関西廃電に、京都市内の送電設備と共に、現物出資されたもので、これが、京都市が、現在も関西電力の株式419万株を、保有する。 大株主の理由でもある。このほか京都電灯により設置されたものとして、旧京北町桂川上流部の黒田発電所がある。関電以外にも京都嵐山保障会が2005年、嵐山都月橋上流部に、出力5 5キロワットの小型水力発電機を、設置、夜間、都月橋周辺を LED 照明で照らし、余剰電力は、関西電力に売却している。 2013年度には修学院音和谷の砂防ダム、ケアゲインクライン横の放水路、佐賀越畑の農業用水の3カ所の小水力発電所の建設が計画されていたが、2020年4月現在、未だに設置されてはない。その代わり石田下水処理場に、定格出力9キロワット、発電実績81,480、 KWH のマイクロ水力発電機が稼働している。京都市では国の一般家庭への太陽光発電パネル設置の補助金1キロワットあたり3万から3万5千円にプラスして1キロワットあたり2万円補助金を独自に出しているほか市内の浄水場、下水処理場、青少年科学センター、魚あらりサイクルセンターなど公共施設、 市内公立小中学校の増改築時に太陽光発電パネルを設置している。これらは大規模災害時の非常用電源としても考えられている。さらに2013年度から新山化浄水場と鳥羽下水処理場に1メガワット、松ヶ崎浄水場に730キロワット、石田下水処理場に1メガワットの設備が順次整備された。また、 市民から出資を得て、京都市の施設の屋上に太陽光発電パネルを設置して、売電で得た収益を出資者に配当する市民共同発電制度を創設。2012年度から9カ所で実施された。京都市以外では NEDO の技術開発機構フィールドテスト事業として1997年に JR 東海の京都駅の新幹線ホームの 屋根上に1 0 0ットの太陽光発電パネルを設置。1998年8月、京セラの新本社の屋上と南壁面に1 1 4キロワットの太陽光発電パネルが設置。1999年京都府へ、お得に浄水場の沈殿地の上に3 0ットの太陽光発電パネルが設置された。2012年7月、 ソフトバンク関連会社及び京セラ関連会社と市の協業により、伏見区内にある市の最終処分場跡地にメガソーラーが設置された。同年9月の設備拡張分と合わせた4に、メガワットの出力は京都府内で当時最大だった。2015年には同じ伏見区で出力23メガワットのメガソーラーが着工した。また、京阪電気鉄道は、 ヨド社湖の有給地に土地の有効活用として2016年4月に物流倉庫ヨドロジスティクスヤードを建設しその屋上に太陽光発電パネルを設置して年間120万キロワットの発電している京都市内3カ所のクリーンセンターは廃棄物発電が行われ約3万5000キロワットが発電されていて入札により売電されている また、伏見水環境保全センターでは、ガスコージェネレーション設備で発電した電気で汚水の浄化に利用している。ガス、京都市地域は、大阪ガスの供給エリアで、天然ガス 13A を、京都市内に供給しているが、山品区の清水焼団地は、大阪ガスの供給エリアの中にありながら、独自の LP ガスの供給網を設備運用している。これは陶器を焼くのに、 カロリーの高い LP ガスの方が、大阪ガスの供給する、天然ガスより適しているためである。毛上げ浄水場浄水道普及率琵琶湖素水からの水を利用する、日本初の急速ろ過式浄水場。毛上げ浄水場が1912年が完成して2012年で100年。人口と供給面積増加に伴い山品、九条山、伏見、松ヶ崎、新山下。 山の内が設置されたが、現在は、毛上松ヶ崎、新山下の3カ所の浄水場に集約された。また毛上松ヶ崎、新山下の3浄水場では、ソーラーパネルによる太陽光発電が行われていて、2013年10月には、新山下浄水場を1 0 0 0ットまで増設され、2014年度は、松ヶ崎浄水場に7 3 0ットに、 増設された。ちなみに、琵琶湖疎水を通して、年間2億トンの琵琶湖の湖水を得ていて、京都市は1947年に、疎水感謝金の契約を、滋賀県と結んだ。これは法的な根拠はなく、あくまでも感謝金で、滋賀県も、山の植林、干ばつ、林道整備など、水源地となる、山の保護事業に使っているとしている。 感謝金額の査定は10年ごとに物価変動を考慮して滋賀県と京都市が相談して決定する。2012年当時の契約は消費税が8%になる予定の2013年度末までの疎水感謝金は年間2億2000万円が滋賀県へ支払われていた。2015年度から10年間は年間2億3000万円となった。 しかし、市民の節水意識の向上や生活スタイルの変化によって水道使用量が減少し、水道契約世帯の37%が基本料金の使用量10トン以下となっている。また、京都市内は、伏見をはじめとする、名水の井戸が数多くあり、水道水を使わず井戸水を使用する宿泊施設や商業施設、病院などが40事業者もあり、 それらの業者にもバックアップ用の大口径水道管が接続されているため収益はないのに維持費がかかり9億円の減収となっている。排水管約 2500km のうち 500km は法定対応年数の40年を超えるが年間の更新は 27km であり、更新がなければ20年後に排水管の7割以上が対応年数を超えると推定される。 2011年10月に、落成ニュータウンで大規模な断水事故も起きていて、早急な対策が必要とされる。このほか左京区大原地区では、地元の河川を利用した水道が設置され、2005年4月に、右京区に編入された、旧、京北町では、独自の浄水道が整備されていたが、京都市編入後は2011年11月より、黒だ。 湯気の二つの浄水場が稼働を開始した。西京区京都大学桂キャンパス側に、府のお得に浄水場があり、向こう市、長岡京市、大山崎町へ供給している。下水道普及率京都市内の下水道網は、ほぼ全域をカバーしているが、初期に作られた下水道を中心に、市内40%で雨水と汚水を一緒に流す合流式で大雨になると、 下水道から河川に雨水を放流する放流口が83カ所もあり、この時に汚水が未処理のまま河川に流れ出し役襲や環境汚染が堀川や西高瀬川などで問題になり、1980年代より大雨時に水を溜めて下水処理場へ送る貯水管線が堀川通や五条通りの地下に整備された。こうして集められた汚水は桂川東岸。 宇治川北岸までが、京都市上下水道局の鳥羽、伏見、石田にある三つの水環境保全センターと、鳥羽水環境保全センター吉祥院支所で、桂川西岸は、京都府の、落成浄化センター、宇治川南岸は、同、落南浄化センターで処理され、淀川水系へ放流される、旧、京北町地区は、京北浄化センターで処理され、 桂川上流部へ放流される。なお、京都市山科区の上流部の滋賀県大津市、藤尾地区、大オグリ津地区の下水道管が通過する宇治市の6、地蔵地区の一部の汚水も京都市上下水道局の石田水環境保全センターで下水処理されている。淀川下流では、 大阪深全域と兵庫県の阪神地区で再度、浄水として使用されているため BOD は、国の基準、水1リットルあたり2 0ラムを下回る3ラム前後まで浄化され、旧、京北町にある京北浄化センター以外は、通常の下水処理に加えて、窒素、リンを取り除く、高度処理が行われ、さらに、鳥羽水環境保全センター起訴医に支所、 伏見水環境保全センターでは、有禅染めなどの作業所から出る染料の色素を除去するために、オゾン処理を導入している。省エネ対策として過去、昭和17年から25年頃に、下水処理で発生する消化ガスのメタンを利用して、試行用車や市バスを走らせたり、ゴミ処理場で廃棄物発電の電力や熱を利用するなどしていた。現在は、 最大の下水処理場、鳥羽水環境保全センターでは、処理施設の上部に1 0 0 0ットの太陽光、発電パネルを設置して2013年度より、太陽光発電を導入。石田水環境保全センターでは隣接する、ゴミ処理場からの廃棄物発電の電気による、施設内の電力供給と余熱での汚泥の乾燥原料を貸していたが、 ゴミ処理場の老朽化で2013年2月で休止されたため2015年度に1 0 0ワット太陽光発電パネルの設置され、排水時には9キロワットのマイクロ水力発電が行われている。伏見水環境保全センターではガスコージェネレーション設備を導入して自家発電による施設内の電力供給と予熱による汚泥の乾燥原料化を行っている。 2013年4月現在、京都市のゴミ収集は、有料で一般ゴミは、黄色の専用ゴミ袋を、市内のコンビニスーパーマーケット、小売店で購入し、それにゴミを入れてゴミ収集指定日に、道路上の指定場所に出す。これらのゴミ袋は5リットル、10リットル、20リットル、30リットル、45リットルの6種類が、用意されている。なお一般ゴミは、市内3カ所の、 クリーンセンターで焼却されこの熱を利用して廃棄物発電が行われていて入札により売電されている。焼却廃は伏見下代後にある最終処分場、エコランド、オトの森に埋め立てられる。敏感ペットボトルとプラスティックトレー、プラ包装材は資源ゴミは透明の専用ゴミ袋の使用が義務付けられていて、 それぞれ週1回資源ごみせに用してい場所に出すことになっている。瓶缶ペットボトルは、伏見区横王子にある南部クリーンセンターに隣接する知的障害者対象、就労継続支援、B 型事業所、京都市横王子福祉工場でアルミ缶スチール缶、ペットボトルに分別され、リサイクル業者に払い下げられる。プラスティックトレー、プラ包装材は、 知的障害者対象生活介護事業所、京都市横王子学園で、プラスティックトレー、プラ法惣菜に分別され、リサイクル業者に払い下げられる。また、横王子地区には、業務用廃棄物の、魚あらリサイクルセンターがあり、魚粉資料に加工され、市民や、業務用から集められた、使用済み天ぷら油の、バイオディーゼル燃料に加工する工場もあり、 加工された燃料は一部のゴミ収集車に使用されている。腰類の回収は民間の腰回収業者が充実しているなどとして、京都市としてリサイクルを行っておらず、このため市民は独自に民間の腰回収業者を頼るか燃えるゴミとして出す必要がある。ただし地域での自主的な集団回収に毎年最大1万円の助成金を交付している。 市外局番は、大部分の地域は、零七五。ただし、右京区佐賀市見ヶ原、佐賀越畑では、零七七一、京北室谷町では、0七7 1伏見区第五一の霧町、二の霧町及び三の霧町では、零七七、西京区大原の泉波町では、零七二、京北室谷町を除く旧京北町域は、京都市への編入後。 2011年12月1日をもって0771から075へと変更された。京都市内のキャンパスの分布京都大学同士社、大学立命館大学京都市には40校を超える大学、短期大学のキャンパスがあり、多様な高等教育機関が集積する学生の町としても知られている。大学総合の結びつきを深め、また、 経済界との連携を強めるため設立された日本最大の大学間連携組織大学コンソーシアム京都があるのも特徴的である2003年以降毎年10月上旬に京都学生祭典が開催されているこのほかアメリカの大学も積極的に京都で活動を行っている京都コンソーシアムフォージャパニーズ・スタディズは アメリカの14大学からなる組織であり、毎年50名程度の学生を日本に送っている。また、スタンフォード大学は、京都市内に日本センターを設置している。大学共同利用機関法人として、国際日本文化研究センターと、総合地球環境学研究所がある。また、2015年9月に、京都市と、公益財団法人大学コンソーシアム京都の、 共同により、京都学生広報部が創設され、京都での学生生活の魅力を PR している。京都駅、カラスマクチキン域県各地からは、出発地によって JR、私鉄各線を使い分けるが、京都駅周辺は JR、近鉄、四条河原町周辺は、阪急京阪のターミナルと、主に2カ所に分散している。また、京都市内を、 発着地とする中長距離バス路線は多くが京都駅をターミナルとしている。東海道新幹線、山陽新幹線沿線からは大阪市内や神戸市内と比べて近畿山空港との距離が離れている。その一方、東海道新幹線で名古屋伊勢を走るすべての列車が京都駅に停車することから新幹線が航空機に対して圧倒的に優位に立っている。 また、京都駅は、京都府内のみならず、大阪府北東部や滋賀県南部及び、奈良県北部への新幹線の玄関口としての機能も持つ。空港京都府内に、空港は存在しないが、かつては、IATA 都市コード u ーキーが設定されていたほか、空港外のチェックイン施設が設置されていたこともある。西日本旅客鉄道京都市交通局阪急 電鉄、京阪電気鉄道、近畿日本鉄道、京福電気鉄道、永山電鉄、佐賀の観光鉄道、京都駅が事実上の中央駅として機能している。なお、京阪及び阪急の路線は、京都駅を通っていないが、両社とも市内のターミナル機能は、複数の駅に分散しており、中心駅と呼べる、存在の駅はない。市域には、 事実上の同一駅や近隣に接する駅の場合でも、運営者局によって駅名が相違している事例が、いくつかある。IC カード乗車券は、JR 西日本では移行か及び相互利用カード、佐賀の観光鉄道を除く、私鉄、地下鉄各線では、ピタパイ公家及び相互利用カードが利用可能。また、JR 西日本各線及び近鉄線では、 J スルーカード、A 電、佐賀の観光鉄道を除く、私鉄、地下鉄各線ではスルッと関西カードに対応している。各区の主要駅京都市を構成する11区の主要駅は以下の通り、様々な利用の起点、目的点として代表される駅である。市内を行き交う京都市バス路線バス市内の移動は、路線バスがメインとなる。観光シーズンになると、 積み残しが続出する状況のルートもあり、渋滞が悪化して所要時間が読めなくなることから、鉄道各車線との乗り継ぎ利用でそれらのリスクを最小限に抑える利用方法が推奨されている。京都市交通局、京阪グループ、阪急バス、西日本 JR バスなどとの間では、従来より回数券の共通化を行っており、 地下鉄割引券込みのものも販売されていた。現在では IC カード等で市バス京都バス、地下鉄の乗り継ぎ割引が行われる。市バス京都バス及び地下鉄全線が乗り放題の地下鉄、バス追日券が発売されている。運行地域は市バスが旧市街地中心で、京阪京都交通は西京区及び西京区 亀岡方面から旧市街地への乗り入れ、京都バスが右京区佐賀地区と左京区岩倉、倉間、大原地区を呼び、両方面から旧市街地への乗り入れ、京阪バスが山品区と伏見区大醐を呼び、両方面から旧市街地への乗り入れと、比叡山方面、阪急バスが西京区、西日本 JR バスが旧京北町から旧市街地への乗り入れとなっているが、 一部競合区間が存在する。この他に、伏見区向島地区を運行する、近鉄バス、西京区を運行する、八坂バス、京都女子大学と京都駅八条口、四条河原町を結ぶプリンセスラインバス、旧京北町を中心に運行する、京北ふるさとバス、京都駅と、楽南、新都内を巡回する、京都楽南、エクスプレスなどがある。 乗車方法は主に後乗り前折り後払いで、運賃は、旧市街地周辺は均一性。均一区間外は、整理券による、区間性となっている。均一運賃区間の境界バス停都市間バス、京都駅と名古屋駅を結ぶ名神ハイウェイバスや、首都圏などと京都を含む京阪新地区を結ぶ多くの、高速路線バス、ツアー形式の貸切バスが運行されている。京都市内を、 発着地とする高速バス路線の多くは、京都駅をターミナルとしている。詳しくは、京都駅の高速バス欄を参照。また、大阪市内を、発着地として、名神高速道路を経由する、バス路線のうち、京都駅に発着しない路線では、伏見区の深草バスストップを、京都の玄関口と位置づけているものがある。詳しくは、当該項目を参照。 第二京阪道路ポント町通り、多い血ツ宇駐輪スペースを確保できれば、自転車や原付き含む、自動二輪の方が柔軟な移動ができる。近年、地球温暖化防止の観点から見直されたこともあって、レンタサイクルが急増しており、宿泊客に対して、これらの便宜を図る宿泊施設も増加している。また、ベロタクシーの日本発祥の地でもある。 高速道路国道不動市内の街路市内の中心部など旧市街地では街路名を基準とした住所表記が一般的に用いられている。旧市街地では平安系造成時の都市計画の名残で東西南北に通じる街路をもってあたかも5番の目上に区切られており街路はすべて固有の名称がある。なお街路名に付される通りの送りがな 理はつけないのが通例である。主に5番の目上に区切られた街路を持つ地域では、街路名の交差とその地点からの東西南北を指すことによって位置を示す方法が一般的に用いられ、町名や番地は省略するのが通例である。まず東該地が面している街路名を示し、次にその街路と直近で交差する街路名を示した上、その交差点から見た。 当該地の位置を東西南北で示す。北に向かう場合は上がる、上る、南へは下がる、下る、東西に向かう場合はそれぞれ東いる、西いると表記する。一例を挙げると、京都市役所の所在地は、京都市中京区寺町通り、お池上がる上本能寺前町488番地となり、寺町通に面し、お池通から北に向かった地点を、 寺町通を行き上がるで表し、その後ろに、町名の、上本能寺前町と番地を示す。なお、この表記方法は1889年の、市政施工時から市域であった場所の大部分において、住民基本台帳や不動産登記などにおける、公的な表記として用いられるものである。交差点と交差点のちょうど中間地点では、 どちらの交差点を基準とするかによって二通りの表記が可能である。また、原則では近い方の交差点を基準とするものの、大通りなどの大きな交差点がある場合はそれを優先することもある。近年、街路名を用いた住所表記では、インターネットの地図サイトやカーナビゲーションで検索できないという理由で、街路名を含まない町名と番ンチだけで、 住所表記する事例も増えている。しかし、町域が狭く、膨大な数の町名がある京都では、町名と番地だけの表記では、直感的な場所の把握が困難である。例えば、市場河原町交差点周辺は繁華街として知られているが、町名の下行区新町では理解しづらい。また、同一区内に多数組の同一町名が存在し、 町名のみでで場所を特定できないいことも多い例えば、中京区内に、亀屋町は5カ所あり、さらには、下京区にも2カ所、上京区にも4カ所ある。このような同一町名は、中京区内だけでも32組もある。これらは一つの町の飛び地ではなく、関係のない全く別の町である。ただし、 同じ町名でもそれぞれ郵便番号が異なるため、7桁の郵便番号を記載すれば、街路名がなくとも、郵便物は配達される。交差点の名称は、交差する2つの街路名を合成したものが用いられることが多い。どちらの通りを先に故障するかについて定説はなく、例えば、市場河原町と河原町市場は、同一地点を指す。一方で、 街路名を由来としない交差点名も少なくない。一例として、市場通りと東大寺通りの交差点は、祇園、西、王子通と丸田町通りの交差点は、円町、今出川通と東大寺通りの交差点は、100万と呼称しているが、これは都市計画による新たな街路が付設された場合に、交差点名として伝統的な地名を採用したものが多い。 港湾市内に観光地が散在し、2000年以降は年間4から5000万人台の観光客が訪れる。2018年の観光客数は5275万人だった。また、同年の外国人宿泊者数は450万人であり、近年は英米の旅行情報誌などで旅行先としての認知が進む。国際会議の開催も日本国内では、 東京に次いで多く国際会議観光都市に指定されている。観光大使の任命などを内容とする京都観光サポーター制度が京都市により実施されている。古くは京都が日本の政治、文化の中心となっていて第二次世界大戦の戦災から免れたことから国宝の約20%、重要文化財の約14%が 京都市内に存在する。1994年に、近隣の宇治市内と滋賀県大津市内に所在するものを、含め、17件の文化財が、世界遺産に登録された。社寺その他相互協力団体として、京都市内博物館施設連絡協議会があり、市内の博物館、美術館等のうち、約200館で組織している。また、比較的大規模で公立の4館が、 京都ミュージアムズフ4の名で連携事業を行っている。伝統産業七十四品目を京都市は伝統産業として指定し、そのうち経済産業大臣指定伝統的工芸品と十七品目が重複している。祇園公部園通寺からの眺め景観に配慮した看板のスキア京都市は第二次世界大戦後になると社会の変化や経済優先の政策により、 徐々に景観が破壊され、これに対して景観論争がたびたび起こっている。1964年に建造された京都タワーは京都の第一次景観論争を引き起こした。また1970年代の経済成長期には風知地区や美観地区など戦前から継続的になされている景観保護の施策があるにもかかわらず、1950年に制定された 建築基準法により伝統工法が違法となったほかバブル期には多くの建て替えにより京町家による町並みが徐々に壊されていったこれは第二次景観論争と言われている山並みも京都の都市景観の重要な要素である山間地での開発は概ね抑制されているが1990年代には市内の高層建築によって山への眺望景観が 阻害されることになった。2004年の景観法制定により、これまでの景観条例に実効性、強制力を持たせることが可能となり、2007年には新しい景観政策が施行された。新しい景観政策では、建造物の高さ、デザイン、色などの規制がより強化された。中心市街地でも建てられる建造物の高さは、 幹線道路沿いで最大31メートル。それ以外の植樹共存地区では最大15メートルとなった。市街地のほぼ全域に指定されている景観地区ではその地域ごとにデザインの規制がされ、厳しい地区では屋根の形状が霧妻、寄せ胸、入りもやであること、屋根の吹き方が 日本河原または銅板であること、屋根の勾配の比率が一定以上一定以下であること、等のかなり具体的な規制に服することになる。建築物を建築等する際には、こうした具体的な基準に適合しているかどうか、市長の認定を受けなければならない。また、消防警官保全地域として、当時、清水寺などからの境内の眺めや、円通寺などからの庭園の眺め、 カ川からの大文字の眺めなど38箇所からの眺望を指定し、その周辺をデザイン保全区域として標高規制やデザインの規制がされる。広告物についても屋上広告物や点滅式照明は市内全域で禁止されているほか都市景観を乱す恐れのある派手な広告看板は地域によって使える色や大きさが規制されている。 日本全国に展開するチェーン店舗の看板も鮮やかなコーポレートカラーの使用を控え他の地域とは異なる比較的地味な配色を採用する事例が多い。一例として飲食チェーンではマクドナルドやスキアは他地域で紅系統を使用しているが市内では赤活色を使用している。小売店では市内のローソンの一部では 看板の青字の表示面積を少なくしているほか、ガソリンスタンドのエネオスは赤系統が採用された店舗用ロゴタイプを使用していない。金融機関ではメガバンクの三菱 UFJ 銀行や水穂銀行では本来の字色を使用せず白字にそれぞれのコーポレートカラーの文字色を配したものを使用している。しかし回収費用の問題もあり、 一部に違反状態が残る。屋外広告物条例は2014年9月に経過措置期間が終了し完全に施行された。例年行われるイベントには、皇后坂月全国都道府県大公女子、駅伝競争大会や、全国高等学校駅伝競争大会、京都マラソンなどがあり、ロードレースの陸上競技の人気が比較的高い。日本初の駅伝の記念碑がある。 また、トップアスリートや優秀な指導者などのスポーツ、関係者に対して、京都市スポーツ賞や、京都スポーツの伝道による表彰が行われている。伝道入りの人数では、野球やラグビー関係者が多い。スポーツに関する神社もあり、白峰神宮や下鴨神社の沢田社などが挙げられる。スポーツチームさんがスタジアム若さ、スタジアム京都ハンナリーズアリーナ歌謡曲賞か、 ありがとうございます。